皆さんこんにちは、私たちスイカレーです。今日はですね、なんと3人で巨大パフェ食べきりチャレンジ。めっちゃ大きいらしい。結構甘いのが苦手だから。あー、そっか。あー、でもさ、すぐ胸焼けしちゃうけど。はい、ちょっと頑張ります。私はでも甘いもの好きだから頑張る。期待ですね。半分以上食べてます。頑張りましょう。えいえいえい、おー、いっしょーたいびっくり。2.5キロ。じゃあこのビッグパフェお願いします。でかいぞこれ。大きい。だってほら、え、これパイナップルが、これこの大きさってこと？めっちゃ美味しい。うん、美味しい。これ生クリーム好きなんだよ。有田の方の生クリームばっかじゃない？それ、うん、ここ食べるとこじゃなかった？うん、あ、手に切ってあるから。あ、美味しいです。でもいける気がしてきた。嘘で言ったの？アイス食べた。うん、一番すごいなこれマジで。美味しい。この真ん中が居座ってるもん。うん、セヨレの中ではさ、食べる方の3人だね。うん、確かに。あ、なんか出てきた。スポンジ？なんだ。あ、アイスシャーベットじゃん。ん？あ、オレンジ。うん、うん、あ、スポンジ出てきた。そうなの。でーん、でも美味しいこれ。ちょっと顔が、ね、顔が、そんなことない。みかん食べてないけど大丈夫。いや、ちょっとお腹空いてるんやけど口が進まない。沙織さん、生クリーム嫌いになりそう。ハンバーガー。あ、アイスが下にもある。こんなに食べれないのかな。え、めっちゃおかしいの。食べられるの。そうだよ。結構やばいね。もっといけると思った。でも半分の1ぐらい。半分ってやったしたけど、まだこれ多分4分の1とかだ。3分の1よ。見て、だってここがすごい一番大きいのに。いける。ここにいるんよな。ほら、下にはチョコが待ってるよ。いつもなら大好きなんだけど。それはみんなそう。なんかお母さんがフードを見始めた。挟んだ方が意外といけるし。ねえ、タコワサとか食べたいな。うん、おお、なんか。ちっちゃい。ちっちゃい。おい。でもお腹は。
にしたのかな。胸焼け。え、これサイドメニュー頼んだらバカかな。頼む。ポテト頼みます。わかるかな。あーって感じ。ミントコーン。なんだ、トマト？え？なんか大きい。なんだ。食べきれへんかった人はこれにされるから。ちょっとこの人まだ余裕そうやんけど。あ、ありがとうございます。あ、ひとみポテト。マジでいける気がする。いっぱい、え、待って、結構匂いでも、うん、めっちゃ食ってる、多分私。むずいやな、こいつ、まずでっかくね。構えてる。よろしいけど、大丈夫。ケチャップが寝てみるか。姫がおかしくなってとんでもないこと。大わかり。嘘でしょ。もう震えてない。小刻みに震えてます。怖い。怖い。あなたです。絶対気持ち悪くない、ね、これ本当に間違ってますから。鼻つまむ作戦でテイク。あ、多くない？そうだよ。ちょっと騙されたと思って一回やってみて。嘘でしょ。これめっちゃいいかもしれないけど。なっちゃんは？意味ないと。これも間違ってました。ブレークブレークがいる。ケンソーシのメイク食べたの。待って、それいけるよ。シフォン消えたよ。うん、お、分かった。口がもう開いてる。光が見えてる。見えてそう。あとちょっと。多分美味しい、これは。あ、うん、待って。3、2、1。開いちゃった、開いてきた。何の開いてくる。え、もうない。何だね。じゃあ最後の一口。いただきます。いただきます。じゃーん。なんと6人前の巨大パフェ完食しました。イエーイ。いやー、もうどうでしたか。めっちゃきつかったけど食べました。頑張ったね。でも美味しかった。パフェまた食べたいですか。それはしばらくはいいかな。じゃあ生クリーム苦手の夏美さん、2人が頑張ってくれました。あと初めてドラゴンフルーツ食べた。 あと最後にイネギシに行きたいです。今から行くの。はい、いやー、もう本当に生クリームがとにかくって、もうこうならなくてよかったです。
です。また次はフード系で5人でチャレンジしたいなと思います。お楽しみ。終わったね。終わったね。嬉しい。はい、もう日本に帰ります。日本なんだけど。では終わりたいと思います。どういう締めやねん。スイタレでした。